皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方、まずチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターもボクシング言いたい放題ラジオで登録してありますので、フォローの方お待ちしております。それでは始めましょう。はい、もう連日に引き続き井上尚弥 VS フルトン情報ですね。もう今これ以外の情報が霞んでしまってるんですよ。もうこれが大きすぎて、もう日本人としてもう初めてですよね、ここまで、まあ、海外から注目されるような選手が生まれるというのは、まあとても良いことですね。はい、そこで井上尚弥 VS スティーブン・フルトン、はい、5月か6月に試合が日本で行われることは発表されましたよね。まあこれは対戦合意に達したということで、もう 95% 決定ということですね。まあよっぽどのことがない限りは中止にはならないかと思います。ただ怪我で流れる可能性もありますよね。その辺はもう何とも言えませんが、そこでこれ視聴者さんにまず教えてもらって、有名ボクシングジャーナリストですかね、はい、このダン・ラファエルさん、はい、この方の発信した情報によると、放送局が日本ではアマゾンプライム、アメリカでは ESPN プラス、ここが決定したようです。その他他国では何で放送するんでしょうか、ダゾンでしょうか、ちょっとそれはまだわかりません。まあ今のところアメリカで ESPN プラス、はい、日本で Amazon プライムということが発表されました。今回ドコモ TV はないということですね。これは朗報じゃないでしょうか。皆さんね、ドコモ TV をやっぱりあまりよく思ってないんですよね。 Amazon プライムでやってくれ。なぜかというと日本人のほとんどは Amazon プライム契約してるんですよね。まあやはり安さ、まあ月々、まあ500円ですか？ Amazon プライムは。まあ自分も当然契約しております。まあ Amazon というのは Amazon ショッピングもあり、まあ何かと便利なんですよね。もう日本人にとって欠かせないものとなっております。最低保証額、ファイトマネーですね。ファイトマネーの最低保証額が、まあ一部で発表されております。これが井上尚弥選手が6億4000万円。スティーブン・フルトンが3億8000万円。まあこれプラスペーパービュー収益ですね。なので井上尚弥選手、これ最終的にどれぐらいになるんでしょうか。まあうまくいったら8億から10億ぐらいになるんでしょうか。まあただこのファイトマネーというのは、まあ通常日本のジムだと 33% がジム側に行くんですよね。なのでこの試合で井上尚弥選手は手元に来るのはどれぐらいでしょうか。5億ぐらいなのでしょうか。ちょっとこれはもう本当に今推定というか、もう自分のなんとなくの勘で言ってるのですが、まあこの試合でこのぐらいは来るんじゃないでしょうか。もしくはもっと、はい、それプラススポンサーからの収入ですね。一体どれぐらいになるのでしょうか。もう夢が膨らみますね。してこの試合時間なんですけど、自分が思ったところ、フルトンはアメリカ人、そしてアメリカでも徐々に話題を広げていってますね。一般層まではまだあまり知られてないと思うんですが、ボクシングマニアの間ではかなり話題になっております。この放送時間がもしかしたらアメリカ時間に合わせるのかと思ってたんですよね。まあそういうのも考えられます。だいたいアメリカのゴールデンタイム、これが日本時間でいうと昼間の12時以降、まあ12時から13時14時、それぐらいがアメリカのゴールデンタイム、20時21時ぐらいになるんですよ。日本より17時間遅れなんで、そこでこれどうなるかなと思ったら、今回は放送時間はもう日本のゴールデンタイムでやるみたいですね。試合開始が17時30分とされております。そして井上尚弥選手の時間はおそらく20時から21時ぐらいじゃないか。
そう思われます。なので、まあ昼間に依頼はないということですね。まあ、ここ数日間はしばらく毎日のように井上尚弥 VS フルトンの情報が毎日更新されていくと思います。そして、なんと、ボクシングのプロモーター PBC トップのエディ・ハーン氏がコメントしましたね。もし井上尚弥がフルトンを倒すようなことがあれば、次にスーパーバンタム級フルトンの対抗王者ムロジョ・アフマダリエフと試合を組む方向で考えている、こう発信しました。エディ・ハーン氏が、あとこんなことを発信していいんですかね。フルトンはこのエディ・ハーン氏の PBC に所属しております。こんなことを発信してしまいました。まあプロモーターなので盛り上げることが大事ですよね。いやー、これ今年井上尚弥選手がスーパーパンタム級で4団体統一してしまう可能性が出てきましたね。もし井上尚弥選手がフルトンを倒してしまうようなことがあれば、これ世界でもうさらに名を広げますよ。バンタム級で4団体統一、そしてスーパーバンタム級で4団体統一に大手がかかるんですよ、フルトンを倒してしまうと。こうなるとムロジョンも逃げれませんよ。逃げるというより、むしろムロジョン・アフマダリエフの方も試合がしたくてしょうがなくなっちゃうんじゃないですか。ファイトマネーもさらに膨れ上がりますよね。もう両者に10億超えになるんじゃないでしょうか、こうなってしまえば。まあそれはまあ想像の域なんですが、まずはフルトンを倒してからですね。フルトンを倒してからというよりも、まだ対戦合意ということで正式発表ではないですよ。これは5月か6月日本放送局は Amazon プライムと ESPN プラス。いや、そして会場はどこにあるのでしょうか。埼玉スーパーアリーナでしょうか、有明アリーナでしょうか、もしくは横浜アリーナでしょうか。その3つの どこかになるとは思うんですが、いや非常に楽しみですね。毎日毎日もう情報が更新されていきますよ。皆さん楽しみに待ちましょう。更新され次第こちらで毎日のように井上尚弥選手情報が発信されると思います。皆さんチャンネル登録の方をポチッとよろしくお願いします。それではまた会いましょう。また本日ライブは放送するかどうか、はい、では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。